どうも、こいこいです。はい、今日はですね、今回ですね、今まで何回かこのカウント A 関数とか、条件付き書式設定とか、ちょっとそういったものを使って、このシフト表をね、ちょっと作ってきたんですけど、まあ、この乱数シフトを押すとね、これ適当に9つ、もうほんとランダムに入るだけってなってるんですけど、まあ、これをもっとね、自動でいいもの作れないかっていうことをちょっと今日ご紹介したくて、例えばこれ7人以上出勤人数が必要なのに、まあ適当に入れてるんでそれ以下になったりとか、こうね、6連勤とかすごい長期的なね出勤になったりとか、まあそういったことがあって、これをもう少しね、いいものができないかと。まあこの、例えばこの辺も休みがすごい固まっちゃってたりとかね、そういったことをちょっと解消する方法をですね、ちょっと今日は、ご紹介したいと思います。で、今回はですね、遺伝的アルゴリズムという方法を使って、シフトを自動で作成したいと思います。これボタンを押すと、後ろで Python が動くようになってます。Excel のボタンを押すと Python がこう起動するようになっていて、これで、遺伝的アルゴリズムを使っています。で、これちょっと説明していくんですけど、これまあ第一世代-438って、これいろいろ出てきて何のこっちゃって話なんですけど、この001とかこういっぱい書いてあるところですね。これが1がまあお休みの日、0の日が出勤の日っていう意味になってます。で、下にその999999みたいな書いてます。これ休日数ですね。で、その下のまあ第4世代の6599とかありますけど、この辺が、縦の出勤人数を意味してて、あと下の方に6連勤の制度とか5連勤の制度とかありますけど、まあこれが6連勤してる人がを解消してる人がどれぐらいいるのか。なんで 100% に近づけば近づくほどいいシフトになってるって意味になってます。で、遺伝的アルゴリズムの説明なんですけど、ざっくり言うと、その最初さっきみたいに乱数で適当に作りますよね。0101っての、そうするとそれが6連勤がどれぐらいあるのかとか点数化してあげるんですね。これだとマイナス点をこう入れてるんですけど、そうするとマイナス300点のものもあればマイナス100点のものもいろいろ出てくるじゃないですか。それの一番点数が良かった上位、例えば 100個体だけ残して、その100個体をこう0101をこの遺伝子と見立てて、なんかまあ結婚させて子供残すみたいな、突然変異を起こしたりとかして、で、そうするとそれでいっぱい子供作るんですよ。で、その中のまた上位100名を例えば残すと、なぜかどん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 点数が低くなっていくっていうのが、まあざっくり言うとこの遺伝的アルゴリズムなんですね。なんでそれ、今これをどん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 繰り返してるってイメージなんですね。今第19世代でマイナス73点、最初マイナス400何点だったのに、もうだいぶ良くなってますよね。どんどん良くなって、シフトがどんどん良くなっていく、まあ、これを何回も何世代も何世代も重ねていくと、どんどん良くなっていくっていうことなんですね。これすごく不思議ですよね。自分でもプログラミング書いてて、このやり方で本当に良くなるんだなってのは、初めて書いた時びっくりしたのは覚えてますね。もうすでにこの時点でもう、6連勤 100% なんで、もう6連勤の人はいないっていうこれ意味になって、まあ5連勤の人はまだ 10% 1人いるんだなとか、飛び石連休ですね、この1回休みでまた出勤して休みになるみたいのも、まあ、ちょっとまだまだあるなっていうような状況を示してます。で、これどっかで止まるはずなんですね。ある程度良くなると、ずっと同じ点、何回も何回も子供残しても点数が変わらない。今回これ29と30マイナス21一緒になってますよね。何回か一緒になったらもう強制的にもうこれが一番いい答えだろうってことで計算を切り上げるようにしてます。なんでそろそろ終わると思いますね。終わりそうですね、これね。なんで、必ずしも一番いい回に行くとは限らないんですね。この局所回に陥って、まあまあいいとこに落ちるみたいな、あ、終わりましたね。まあこうすると、でもまあまあいいですよね。出勤人数は最低でも7人以上になってますし、まあ5連勤とかも、まあちょっとパッと見5連勤ありますけど、まあさっきの乱数で適当に作るよりもだいぶいいシフトになってるような気がすると。まあこれで、例えばこれを初期値として、まあちょっと人間の目でここはこの方がいいんじゃないって言って調整するっていうのが、まあ
現実的なやり方かなとは思います。私もそういう風にやってます。はい、では今日は遺伝的アルゴリズムについて説明をさせていただきました。はい、では恒例のパレードです。それトントコトントントントコトコトコトントコ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 トントコトントントントコ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